選手はマウンド前へお願いいたします。見せることができないっていうのが一番の理由ですね。誰よりも野球に対して情熱を注ぎ、自分の理想を追い求めてきたからこそ決断したのでしょう。その始まりはこの言葉から。チームに、必要な選手になりたいです。はい。決して高い評価とは言えなかった新人は、その翌年、プロ野球選手として第一歩を踏み出しました。そしてプロ2年目でその才能が一気に開花します。もともと負け好きなんだけど、誰にも負けたくなかったんで。野球への向上心が実を結び、史上3以来、史上2人目の200安打を達成します。その後も一本、また一本、ヒットを量産。毎年のようにタイトルを獲得し、球界を代表する選手へと成長します。ついに入団7年目にはミスタースワローズの象徴に。少しずつこの一番が青木だっていうふうに思って帰るように頑張りたいと思います。控えめな発言とは裏腹にバットで存在感を見せます。なんとプロ野球史上初の2度目のシーズン200安打を達成し、歴史に名を刻むヒットメーカーに。最高の形で決められたんで、もうこれ以上ない、形で本当決められて本当嬉しいです。その活躍は世界の舞台でも。日本代表として WBC で大会連覇に貢献。自ら切り開いた野球人生、さらなる高みを目指し、ポッシングシステムを利用してメジャーに挑戦することになりました。向こう行くのが僕の夢じゃないし、向こう行って活躍することが僕の夢ですから。海を渡った青木はここでも自らのバットで道を切り開き、ワールドシリーズ出場に貢献。さらに大打者の記録でもある日米通算2000安打を達成します。6年間で7球団に求められた青木でしたが、まだ一つやり残したことがありました。この球団を本当になんか愛してますし、とにかく今のヤクルトをね、優勝させることしか考えてないです。みんなと共に描いた未来をつかむため、愛するヤクルトに7年ぶりに復帰します。戻ってきた青木は若手選手と共に自主トレを行い、これまでの経験を惜しみなく伝えます。精神的支柱としてチームを一つにまとめ上げ、
ぱりこう苦しみながらそうやってなんとか結果を残して、うん、なんかすごく大きく、うん、成長していったような気がするんで、間違いなく入団した時よりは。決してプロ選手の中で体格が大きいとは言えないドラフト4位の選手が、チームに、必要な選手になりたいです、はい、チームに必要不可欠な選手に、そしてあなたが引退を発表して数時間後、青木さん見ていてくれましたか。これが僕たちの答えです。青木さんがいなくて弱くなった、そんなことは絶対に言わせません。安心して見ていてください。来年必ずやり返します。21年間ありがとうございました。続きまして、本日の引退セレモニーに際しご出席が叶わなかった皆様よりメッセージを頂戴しております。まずはそちらをご覧いただきます。